ス勝敗者席、まあ、あとは日本も前線であろうにフォワードが粘れば中山さんファウルになりますよね、はい、大きなチャンスになりますからね、はい、今22番の吉田も自分のタイミング通りだったんだよね、うん、だから嬉しそうでしたね。坂井豪徳が対応します。ヨルダン10番の入るには気をつけなくてはいけない。坂井豪徳、よし、よし、いいぞ坂井。長谷部から岡崎、苦しい